はいいどうも私でございますえっ、ー、と本日はですねあの前からずっと話が出てましたよね、河井元法務大臣ですよね、と、議員衆議院議員が、えっ、ー、ともう選挙の公職選挙法違反ですかね、まあ、お金をばらまいたんじゃないかということで、ずっと疑われて,てえっ、ー、と今日ですね、2020年6月18日ですね、えー、と逮捕になったっていう情報が えっと、来ま,したまあねずっとねあの今までこういうのって結構あったと思うんですけれどもまあね口を揃えて言ってたのは秘書がやりましたとかって言って秘書を切ってでそれでずっと逃げてたっていうのが多かったんですけれどもまあ今回はね、まあほえっと、本人たちはまあずっとずっとずっと否定して,てたんですけどまあ結局のところそれで。 えーとまあ、逮捕されるっていうことでまあねいろんなことに展開していることに関してはもう他の人が多分いろんな動画を上げられてるんで僕がわざわざ言うことではないのかなっていうふうに思ってるんであえてそこは割愛させていただきますけれども。 まあね、今回あの黒川さんですよねあの検事長の就任のところで、まあ、かけ回りに捕まって検事がまあ頑張ったっていうところとあと今回に関しても、まあ、その検事側がまあ大きく動いて逮捕まできっかけたっていう形になってるんででまあ史上初のみたいですねあの夫婦が捕まったっていうので,でそれでまあ今でも否定してるしお金をもらってる方はもうねもらったって言うてるのにですよや、まあ、どうなってんねんって言いたくなるんですけど、まあ、僕が言いたいのはですよ 僕は言いたいいたのは国会議員ななわけじゃないですかでね元法務大臣というか法の整備をしている大臣の人がですね、あのー「もらってやってないよ」ってずっと言い続けてたわけですよね。まあ、今までそれで逃げれてたんでしょうけど僕ねこれ本当思うのがこうやって、まあ、国のトップの方ですよねある意味国会議員ってそういう人たちが記憶にございませんとかやってませんって言い逃れをしていいのかなっていうんですよで。それを例えばででですすよ僕は今小学学生生生ととか中学生とか高校生でもいいんですけど教師に お前はこれをやったか「いややってませんよ」って言っていいんですよねみたいな。 だってあの、なんか問い詰められても、え、何でも前、ついたのって言っても、いや、あの国会議員の、ね、鈴木杏里さん、杏里さんと河合さんがあの嘘ついてやっててで、逮捕されて、やっとそのうで自供してるってことは、それまでは別に嘘ついていいんですよねって言われたら、何も言えなくないですか、僕、これずっと思ってたんですよ、いろんなことありますよ、政治家の記憶にございませんだったりとか、やってません、秘書が勝手にやったことですっていうことは、あの僕知らないで、他の人、勝手にやったって言っていいっていうことですよね、ある意味で言ったら。 国会中も居眠りしてたりも別に寝てていいっていう風になりますよね。でそれを言われたら教師って親でもいいですわ。なんて言うんですか上司とかも。何も言えなくないですか だってそれを今までね許してたわけなんですからで、まあ、今後ねこれでこういうので、まあ、実際のところ、まあ、不倫問題もでもんかそんなですよね「や不倫やってますか?」とか「やってませんよ」って言ってで文集さんから出て「いや実はやってましたごめんなさい」みたいなのが多いんでだからバレなきゃ何やってもいいような、まあ、実はやっぱり世の中の仕組みっていうのは作られてるのかなっていうのはありましたそれこそ上級国民っていう上,上級国民ですかね上流階級ですかねっていうのがあって。 まあ、そういう人たちは何しても許されるみたいな警察側とつながってたら別にまあねあねの息子さんだったりとか、まあ、自分が何してもなんかね逮捕されないでお金で、ね、済ませるみたいなのが少し流れてたとは思うんですがまあ、今回のことでまあ、ちょっとね大きく変わって逮捕だしでねもらった人たちがさっきも言いましたけどお金はもらってるって言ってる以上まあ このただ結局いろんな国会議員の人たちって捕まってるって多いじゃないですかだけど結局すぐ戻ってきてるんでまた結局ね、まあ、戻るのか「あのバイキング」に出て豊田真由子さんとかあと宮崎健介議員ですかね不倫評論家みたいになってるのとあの厚生ねあの環境大臣してるのかなそれで評論家みたいになってるんでまあね今後まあそういった形で夫婦でメディアの方に出るのか。 よくわかんないですけどまあそういうふうに形になるのかなと思ってるんでまあ、今回ねまあ無事無事と無事でしょ無事でしょあの逮捕されたっていう形になるんでやっていけないことをやってるわけですから、ね、平然とでしかもあの知りませんって言ってるんですよねほんとそういうのはねそういう人たちがまあ受かってしまうんだなとまあやっぱ資金力とかもあるし今度ね都知事選があって都知事選がねかなりにぎやかになるような形があるし堀江貴文さんのえっ、ー、と YouTube 動画が上がっててやっぱりなんかこう 小池さんんを憎んでる票だからまあ夜の街をの人たちですかねとかえと自粛して本当に砂を自粛してた人たちとかがやっぱりなんかそう不動票があったりして詰ま,まるなっていうのになるんでまあ今回こういうふうに政治のネタがどんどん取り上げられてきてることが多いと思うんでまあ自粛して外に出ることがないからこっていうのもあるとは思うんですがやっぱり政治とかこういうことに対しての興味っていうのはまあどんどんえと大きくなってきてるのかな。渡辺さんののとかねあのエンタメの ゴシップみたいな芸能のもいいんですけどやっぱ僕はやっぱこういう芸能,と芸能より政治とか、まあ、そういった話の方が結構好きなんで、まあ、今回は河井、えーね、夫妻です、ね、が、えー、と逮捕されてるんで、まあ、今後でどういう形になるかわからないしうーん、まあ、できたら、ね、議員辞めるところまでいくどうなんですかねというところはあるんですが、まあ、一歩前進というところですね、はい、これからも、えーとね、こ,のメディこの話題は多分大きく取り上げられ続けると思うんで。 まあね、実際そういう風なお金を配って受かってる人ってたくさんいると思うんで、まあ、そういう人たちがちょっとビビってるのかな、まあ、それは見せしめなのかなみたいな感じで思ってるんで見せしめでもいいんでね、はい、吊るしてもらいたいなと思ってます。はいということで今回はここで終わりたいと思います。バイバイイ